前科三番893番ちょい太郎です。今回は稲葉はねるさんへのちょい太郎からの挑戦状の回答と、説明をしたいと思います。でその前にですね、まず一番最初にこれは皆様にお詫びと訂正ということで、お伝えしたいんですが、トイQの次の刑務所に関する説明の中で適切な文章を一つ選び答えなさいというので、稲葉はねるは刑務所に入ったことがあると、こういう問題なんですが、全部これ流れて自分を聞きましたけど、まあ稲葉はねるさんは刑務所に入ったことがあるっていうのは正解ということですよね。入ってなきゃあんな回答というかあの説明はできないんで、どう見たって何をこうどういう風な角度から見ても、まあ服役経験者という風なことなんで、ここの問題はちょっと間違ってるというか、そういう問題になってしまったということだけお伝えしておきます。それでですね、はねるさんの放送が見れたというのはですね、このちょい太郎もたまたま偶然なんですけど、地上波のテレビで生放送、その時間がの前にはねるさんのものがやったということで、たまたま重なって見れたということなんで、夜そんな時間になんで見れるんだということなんですけど、そういう形で、まあそれでですね、これから今説明をしていくんですが、この中でまあ組長に対して失礼だと思うんですけれども、今回はこの問題に答えていくということで、はねるさんという言い方で説明していきますんで、皆様のご了承を願いたいと思います。それでは、問題の解説に入りたいと思いますが、その前にですね、1から5まではおおむねそのはねるさんが説明していただいて、もうこれに関してはこの懲役太郎もさすがにもう付け足すところもないというか、もうほぼ完璧なんで、もうそこは割愛させていただきまして、6から11の間で、まあ少し気になるところといいますか、あえて説明した方がいいんじゃないかということで、説明させていただきたいと思います。6の、カレンダーのお話なんですが、あ、はねるさんわざと知らないふりをしてるんじゃないかなと思うぐらい、私はそういう施設には入ったことがないのよっていうことをアピールして、逆じゃないかと思うぐらい、入った方なら確実にわかるのがもう半年なんですね。1月から6月、7月から12月、強制協会というふうに文字が入って、このカレンダー、まあカレンダーに丸とか×とかつけてっちゃダメなんですよ、これは。落書きになっちゃうんで。はい、次行きたいと思います。7の面会に来れる人はどんな人って、代理人という方を、言い方をはねるさんがされてたんですが、その代理人といって間違いではないんですが、一般的に自分たちなんかがこの生活していると、面会とか来るときに代理人っていうのは使わないんですよね。言葉っていうか用語がですね。確かに少年なんかは弁護士の方を代理人という言い方をするんです。法廷相続人だとか、例えば、自分の収監されてても家の土地だとか相続するときに、司法書士さんや行政書士さん、例えばそういった司業の方が来たときには、その、身内親族の代理人という形で特別な許可をもらってくることがあるんで、代理人もあながち間違いではないんですけども、ほぼその普通の一般受刑者にとっては、まあほとんどそんな受刑中に相続があってってことないんで、そういうことがほとんどないもんですから、馴染みはないんですけど、ないとは言えないということですね。ここは曖昧な言い方になって申し訳ないんですけども、はねるさんの説明聞いてると、なしではないなということで、ちょっと補足して、説明させていただきたいと思います。あと8の花見についてなんですが、花見あるよね、確かに。これはほとんどの刑務所では観桜会、桜、花を、桜を、鑑賞する会という言い方で、花見とは言わないんですね。こういうやり取りが初犯の受刑者と刑務官とあるんです。担当さん、観桜会って何なんですか？花見じゃないんですか？いや、観桜会だ。花見でしょ？いや、観桜会。
いや、花見じゃないんですか。花見は刑務所にはない、観桜会ということになって。と、まあこんなくだりがあるわけですよ。この悪いことをしてそのお金で血税で支えられておるんで、まあ懲役刑を受けているんで、お花見というのはさすがにその言葉のニュアンスは使わないんですよね。でもただ運動会はあるんでどうなんだっていうけど、やっぱりお花見というとお酒の席みたいな、まあ私が聞くところによると昔はお花見だったらしいです。花見があるよって言うと知らない方が、え、刑務所で花見、酒も出るのかと、こういうふうに言われた時に出るわけがないんですけど、誤解がないようにということでもう観桜会ということで統一させたというお話です。はい、次は問11の死刑囚について。ここは死刑囚の小鳥のことよりも死刑囚の待遇と状況というか身分ということをちょっと皆様がなかなかご存じないのかなと思って、この懲役太郎が説明させていただきたいんですが、最高裁まで行って確定したらもうこの確定からが、懲役刑になるわけです。いわゆる拘置所から留置所、拘置所に行って服が変わるわけです。未決の時にはまだ判決が出てないんで、あくまでも受刑者じゃないです。刑事被告人であって未決収容者なわけです。で、確定するともう赤落ちという言い方して刑務所の服になるわけで、拘置所の段階でそこから分類を経て刑務所に行くということなんです。死刑囚っていうのは必ず死刑の判決を受けるのは最高裁まで争うとか最高裁まで必ず行くものですから、稀に、高裁で、もう上訴しないという形で自分で確定する方もいるんですが、するものもいるんですが、ほとんどないんで、どういうことかと言ったら、死刑執行が確定なんです。拘置所内で死刑執行、要するに死亡を確認された時点で刑の確定なんです。ということは、刑務所の服を着ないんですね。刑務所にも行きません。拘置所の中です。ですから、拘置所の中に死刑執行をする施設があるわけです。そういうことなんです。だから死刑囚にして我々から見ると刑務所のこの刑務服っていうのはもうゾッとするんですけど、死刑囚の死刑で一審で判決出た人間たちはもうその服を憧れるらしいですね。あの服を着たい、あの服は着るっていうことは無期になるわけですから、無期って言ったらみんなゾッとすると思いますけど、無期になるんだから生きてられるという証なんですね。でも着ないというとちょっと語弊がある。着ることもあるんです。服がなければ、服がないよと言えば、貸与されて、冬の服が死刑囚での未決収容者の場合なければ、それは刑務所から貸与されるんで、着ないということはないんですけど、絶対はないんですけど、まあそういうことなんですね。わかりやすく言うと、死刑囚は刑務所には行かないです。拘置所です。で、拘置所で死刑執行がされて確定ということです。わかりやすくと言うとそんな感じですね。まあそれとあと最後に12上訴権放棄に関してなんですが、羽根さんも非常にわかりやすく説明していただいて、疑問もあるし、まあ、簡単に言うとこの上訴権放棄をしたところで刑が短くなる、まあ早くなるっていうことはないでしょうというふうに言われてたと思います。多分どういうふうな条文を見てもどう調べても上訴権放棄をしたからといって刑が確定日が早くなるということは謳ってはないと思います。ですがってなんかまあ逆らうようでおかしいんですけど、我々受刑者から見ると上訴権放棄をするとどうなるかっていうのは実際は早くなります。なぜこれをさっき言ったようにならないかというと、土日祝日祭日が入った時には土日に関しては役所は動かないんで、例えばこれが金曜日の午前に判決が出た人と金曜日の午後に判決が出た人では、書類上では金曜日の午前でしたら書けますけど、土曜日金曜日の午後に書いたのはもう書類は回らないですよね。そうすると不公平になりますよね。逆に言ったら、12月の、
20日以降で判決が出る。この度は刑務官の方に止められ説明を受け、私の回答または知識が間違っていたことが判明いたしました。問題を解いてくださった稲葉ハネルさん並びにリスナーの皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを深く深くお詫び申し上げます。と言いますのは、刑事訴訟法第495条、上訴の定期期間の中、未決交留の日数は、上訴審理後の未決交留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。という条文を勘違いしたためであります。上訴権放棄をしたら、早く刑務所に行けるだけで、早く出れるわけじゃないと、今、わかりました。それも、この懲役太郎が、上訴権放棄をしたものですから、特に完全に勘違いしておりました。初犯の方にはわからないだろうと言ってまでの勘違いなので、初犯からやり直したい気持ちでいっぱいです。誠に申し訳ございませんでした。本来、ここでは、指を詰めてお詫びするぐらいの大下手打ちでございますが、ここは刑務所。自傷行為が許されておりません。出所した暁には小指を断歯いたしまして、ホルマリン漬けにしてアニマーレの事務所に向かいたく存じます。よろしくお願いいたします。最後に問題を解いていただいて、本当に、本当にありがとうございました。失礼いたします。